で、具体的な目標としては昨日も言った5位、5位ね。まあ、もどかしかったですね。多分みんなそうだし、自分もそうだし、もう今シーズン終わっちゃうのかなとも考えましたけど、一生ないよ、同じメンバー同じチームでやることないよ。せっかく一緒にやってんねん、嫌なこと言い合って難しいこと求めて達成していこうよ。チームで戦うことの、その可能性というか、一つでも上に行きたいっていうのは共通認識あったんで、